金曜大阪で3人組で88歳、えー、女性宅に押し入れ15万を奪った疑いで、えー、実行犯の会社員島袋容疑者21歳、えー、逮捕されましたねで結構イケメンなんだよねこの彼、まあ、ちょっとアウトロー入ってるけどでやばいよねやってることがねすでに逮捕されている坂本容疑者23歳とバイクで現場近くに向かい家に押し入ったとみられて調べに対して今黙秘しています ってことでこれルーフィーとねあのかん関係してんのかわかんないんだけどさ88歳の,、ね、<laughs> あの暮らしてる家に入って両手を押さえつけて、まあ、違うルーフィーのやつだとさ縛ったりとかさ暴行を加えたりとかしてさ金を盗むってさやばいよねやってること。で多分だけどねこの23歳のこの容疑者とかあの。 もう1人は21歳じゃん。あの、核家族でさ、家にさ、おじいちゃんおばあちゃんとかいなかったんだろうね、きっと。いたらできないよね。あの、やっぱさ、ペット可愛がってた人っていうのはさ、あのペットにさあの、ひどいことする人に対してさ、この野郎って気持ち強いじゃないですか。まあ、それと一緒でさ、やっぱ恩恵を受けてないんだよね。で、最悪だよね。このやってることってさこの88歳の歳さ。 ねえ多分もうチェックされてるんだよね。あのいい家でここはもう88歳のじいさんばあパワーさんしかいねえぞとかそれで目をつけて入ってやるってさ荒々しいよねこれ。アナログすぎるんだよねやってることがアナログバイオレンス大胆。やばいよねこれこれは本当にねあのこのさあの令和の時代にこんなことするんだってねいろんなさオレオレ詐欺とかさリフォームの詐欺とか。 いろんなね、給付金詐欺とかあって、一周してここに戻ってんだよ、ね、原始的なやつにね。でも、このリストとかをさ、ここがいけるぞとか、金持ってるぞとか、年寄りだけだぞっていうのが、ルーフィーとかが流してて、で今ってさ、あのインターネットでその、全部つながれるじゃん。例えば、ジャニーズが好きな人は、ジャニーズ好きな人同士ですぐつながれるし。ってことで、逆に言うと、この、犯罪をしようとかさ、別に年寄りなんて関係ねえよ、この、じじばば、なんだろうがさ、 金が欲しいんだってさ、もうオラオラな、このね、強盗する人っていうのはね、繋がっちゃうんだよね。で、やっちゃうんだよね。すごいよね。で、しかもさ、これびっくりするのがさ、会社員なんだよ、この人。多分、あの、非正規ではなく正規行為だと思うんだよね。まあ、21歳だから大学は出てないんだろうけど。ってことでよくやるよね、これ。で、これさ、あの、世の中のさ、この、 お金がね、あの、なくて、大変だって、苦労してる人たちが多いから、こういう、あの、犯罪に手を染める人もいると思うんだよね。足りねえよ、やってらんねえよっていうさ。あと、親ガチャでさ、ね、親から支援を受けられない人とかいるわけじゃん。で、自分だけの収入でさ、ガチでやっていかなきゃいけない人とかは、足りねえくて、イライラするわけじゃん。で、こういう風に手を染めて、副業みたいにしてるわけじゃん。でも、やばいよね、やってること。 ルーフィーの話もねそうなんだけど信じらんないよねこのさたまったもんじゃないよね88歳のおばあちゃんさ家にさこういう怖い人が入ってきてさ両手を押さえつけられてさ金持ってかれてさ寿命縮むよね間違いなく <laughs> すごいショックだよねこれだからこういうさなんか残忍なのはさあのこのやった罪 に加味してさそのこういうさ、ね、非人間的なことをしてしたっていうのをさ上乗せして罰してほしいよねこれはあまりにも残忍だってことをただこのね強盗したってことだけじゃなくてって思うんですよねなんかねここ心が痛いというかさで結局ねこうやってあの金持ってるのが年寄りしかいなくてさこっからね取ってやれって発想になるんだよね これやっぱ政治も良くないよね。こういう犯罪がさ、あの、多いっていうのは、結局日本がこう、こうじゃんって話になって、じゃあ何が悪いかって言うと政治が悪いとかそういう話になるわけじゃん。ね。ってことで、やっぱ10万円配るべきではもう一回、マジで思います。どうもありがとうございました。